見れば見るほどです。はい、まずはやっぱりこのお便りが多かったですね。さっきもあのニュースでね、トップに角上アナウンサーが伝えてくれました。はい、まあ突風による被害ということだと思いますけれども、一輝さんからもいただきました。夜明けのジュピターさんからもいただきました。マニュアル浜口さんからいただいております。熊ひげデラックスさんからも、ボツオさんからも、いろんな方からいただいておりますけれども、ワイカメキシさん、2日午後埼玉県と千葉県で竜巻が発生して、突風が吹き、合わせて、吹きか、合わせて住宅230棟余りが全半壊するなどの被害が出ました。うん、すごいですね。はい、もう数字に関してはね、またどんどんここに行ったりなんかしてますけど、はい、うん、警察によりますと埼玉県越谷では63人が怪我をして、この数字もどうですか。そうですね、はい、若干いろんなところで言われている差がありますけど、まあまあでも60人以上ということですね。うん、そういうことでしょうね。そのうち1人が頭の骨を折る大怪我をしているということです。うん、気象庁は竜巻の可能性が高いとの高いと当初言っておりましたが、あれは誰が見ても竜巻ではないでしょうか。うん、竜巻って本当にバッと現れてバーッとところ投げ倒してブッと切るんで、はい、なかなかその、うん、こう確認するのが難しいんですけど、うん、今みんな携帯でほら映像を撮ったりなんかするのでわ、はい、ね、かりますね。うん、その竜巻が通り抜けた現場をテレビで映してましたが、電信棒が根元から折れているんですから、その威力がものすごいものだとわかります。トラックは横転、トラック一つ横に横倒ししようと思ったらどんな力がいるか、何人でよいしょよいしょと、もうなんかコロンという感じで、ね、コロンと言ってしまう。屋根は吹き飛ばされて、学校や民家のガラスは割れてしまっていて、本当に気の毒でなりません。今のところ死者が出なかったのだけは救いだと思いますが、頭の骨を折る大怪我をされた方が心配、しばらく電気も来ないと思いますが、なんとか早く復旧してほしいです。これは人事ではありません。でも気をつけましょうと言われてもどうすればいいんでしょうか。家に近づいてきたら逃げるなんてできませんしね。1階の真ん中の、部屋で通り抜けるのをただ待つしかないんでしょう。うん、真ん中の部屋がいいんですか。まあ一応それは真ん中の方がよろしいんじゃないですか。うんうん、はい、真ん中の、でもほらこっちのところに隠れた方がいいとかっていうのはないのかな。まあ真ん中は一番あれかも分かりませんよ。はい、四方柱があったり、うん、はい、なんか現状というのは窓から離れるっていうことが、それは大事です、はい、窓ガラスが、ね、うん、ありますね。それがまず基本ということからすると、うんうん、真ん中の一番なんか窓もないような部屋にいるということかも、ね、事前にいろんなことを知っとかないと、地震の時はどこに、はい、隠れればいいのかと、竜巻の時はどこに行けばいいのかってまた違うでしょうしね。はい、いろいろとこう ね、はい、知らない時知識をねちゃんと蓄えないと、ね、2階よりは1階の方がいい、ね、見たら分かりますよ ね、はい、屋根瓦バーンと飛んでですね、うんうん、天井裏がむき出しになってるような、はい、そんな画像もありましたからね。うんうん、あれは2階が1つ防いでくれて、1階の方はまあなんとか被害が少ないということもあり、うん、まあ、これはその都度その都度また微妙に違ってくることですよね。はい、自分の身はまあある程度そうやってこうできますけども、家に関しては ね本当に逃げようがないですもんね。そういうことですよ。こてつの母さんからも、竜巻とはよく言ったもんですね、竜が竜が空に登って駆け上っていくようなそんな感じですね、はい、とガッツ一物さんからも、テレビに映し出された光景に何が起こったか想像できませんでした、最初、うん、あ、何やこれはということ。EDE さんからもいただいております。スーパーセルダーの何だろうと、いくらメカニズムの解明といっても防ぎようがないですよね。うん、これ竜巻が来ても飛ばされない屋根、割れないガラス、倒れない柱、そんなもの竜巻保険に入るぐらい、そういうことぐらいしかないんではないでしょうか。うん、割れないガラスも難しいですしね、うんうん、飛ばない屋根というのもね、はい、あるでしょうけども、ものすごくコストはかかってきますよ、うん、竜巻想定して飛ばない屋根でございますというのも、から竜巻保険ということ、はい、ビアンコマンジャーレさんからいただいておりますけども、通常の火災保険や地震保険で対応してくれるんでしょうかね、ということです。私調べましたらね、まあ他の会社もそうでしょうけども、たまたま開けたところが三井住友海上、というこの保険会社ですけどもね、三井住友海上火災保険会社、株式会社、
こちらの方はこの度竜巻と見られる突風や落雷氷などにより被害を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げますということで、次の地域の方々はまたどうぞ窓口の方までご相談くださいということで、今回は真岡市、栃木県の茨城県のつくば市とか、こういうところがこう載ってたりとかね、はい、ごめんなさい、これはちょっと前の あれですから、今回の場合とはちょっと地域が違います。今回ではないコメントですね、それはね、そう、はい、ですけども、竜巻における保険っていうのはちゃんとあります。何かしらそのね、かかり具合にもよるんでしょうけど、ね、台風とか旋風とか爆風とか、いろんなものが明記されている仕方の中に、この旋風みたいなものは竜巻にこれは準ずるであろうというふうに言われております、はい、当てはまるところもね、ある場合があるということですね。そうそう、違うという保険会社もあるかもわかりませんけど、はい、いっぺんこの機会に、はい、この突風というのは竜巻もいいのかとか、うんうん、台風突風というのは含まれるのかというようなことをね、はい、いっぺん聞いてみるといいと思いますし、さっきの言ったように、さっきは去年の12年5月6日の時のそんな被害の場所なんかこう書いてあったりして、はい、今は今でちゃんとこの場所、はい、例えば千葉県野田市の、うんうん、どこどこ地区のというようなことを、ね、うん、保険会社によってはこのように明示してネットに載っている場合もありますのでね、はい、自堕落なラクダさんからもいただいておりますけれども、どうでしょう、今の予報では具体的な竜巻の予報は困難なようですが、実際に竜巻が起こった時、私たちはどういった対応をしたらよろしいんでしょうかということですが、予報はできませんけれども、竜巻が起こりやすい環境天気になってますよっていうお知らせみたいなものはね、この間もこの地方にも出てましたね。ただすごく広い範囲で、どこに現れるかっていうのがわからないの で、なかなかこう特定してね、予報という形では出せないみたいですね、はい、ペーペーさんからもいただいておりますが、降水に関する予報は精度が上がってきましたが、地震、竜巻などの自然災害はいきなりやってきますからねと、地震も竜巻も原因はそれぞれでしょうけれども、竜巻もふわっとこのね、はい、積乱雲とかなんかがあってとか、そこに何とかの作用が加わって、はい、そしてこれが加わりますとこのような現象にというような説明はわかるんですけれども、それがいつっていうことになると、ね、急にそれは起こってくることになると、はい、近年異常気象、古い考えを改め、日本の気象環境は変化したと考え直さないといけませんねというお便りは、哀愁の黒ずきんも、なんだか日本の気候が変わってきている、そんな感じがしますというふうに皆さん感じてらっしゃいますが、学者の先生方もこれはそのようなことを結論付けております。やはりこれは異常気象と言わざるを得ないという、これは今日の中日新聞の朝刊に載っておりました木本教授ということであります。これは木本教授、東大の、大気海洋研究所教授でいらっしゃいます、はい、この木本さんが、社会的な影響も大きく総合すると異常気象であったと言わざるを得ないと、こう説明した、原因はいろいろあったらしいですけども、今回はねインドネシア周辺などの海面水温が上がり、でそっからという話はずっと続いてますので、詳しくまた皆さん方は、知りたい方は今朝の中日新聞の朝刊、見出しは猛暑豪雨やはり異常気象という見出しを頼りに一遍見てみてください。坪光さんからも今年の夏は異常気象だったと発表がありましたねと、その通りでございます。うなぎの根元さんからいただいております。そんな大変な状況の中、ニュース映像を見ていて、一般の方々がほら竜巻だ、ほらすごいなどと動画を撮る様子が何件がありましたが、いかがなもんでしょうかね。私が拝見した限り、結構近くで黒い渦が立っているのに、自宅の窓を開けて撮影している方もいらっしゃいました。これ危険ですよね。以前澤アナウンサーがご自身の土曜日のレギュラー番組で、竜巻が来ている最中その様子を撮影するなんてとんでもない、そんな間抜けなことをしていてはいけない、一刻も早く頑丈な建物の中に避難しなくてはダメだと、非常に厳しい口調で、我々リスナーに警告しておりました、本当にその通りだと思います。台風直撃の最中、不当の波の荒れようを見学しに行くようなもの、
先日の竜巻の被害は壮絶でしたが、今のところ亡くなった方が出なかったのが幸いでありますけれども、と、まあ、こういうことは頭の隅にね、入れておいていただきたいと思います。はい、ただ、本当に危険ですけども、まあ、こういう言い方したら何でしょうけども、うん、そういう危険ですよと言いながら、その素人さんの撮った画面を放送で使ってますでしょ。はい、で、俺も今度撮ってみよう、行きに、あれ、なりませんかね、うん、そうすると。はい。あんな使ったらあかんと思いますけどもね、そういうことであるならば。ね、難しいところですかね。ね、本当に。ね、でも確か危険なのでね、やっぱ写真撮ったり撮影したりする前に、やっぱ自分の身の安全が第一ですわね。うん、まあ、速さというのがまちまちでしょうけれども、はい、車に乗って逃げる分においては、十分これは逃げられるなと思いますので、家、ちょっとボロい家に住んでらっしゃる方は、家の中にいて危険だと思ったら、僕はやっぱりこう見て、竜巻の位置ってよくわかるじゃないですか。うんうん、あの辺かと。で、速度的にもいろいろあるので、全く反対の方向に逃げるとかですね。そういうふうな方が僕はいいような気しますね。これはまあ臨機応変です、ね。まあその時にならないとね、うん、その本当に車がいいのかどうかっていうのは本当にその場になってみないとわからないので。ボロい家がそっか、車かってもう車って思ってると いけませんけど。ボロい家があってですね、例えば私のうちのなんかもボロボロのもうあれですよ。そこに向こうからわーっと近づいてきて、この中にいることの方が、私はめっちゃめちゃ不安な感じ、全部持ってかれるだろうなと思いますから。はい、そうしたらまだ逃げなきゃいけないね、はい。地震というのはどこに逃げていいかわかりません。はい、ぐわーっと地面が揺れてますから、津波は海の方から陸の方に向かってやってくる方向性がありますよね、はい、竜巻ってでも急にカーブしたりとかそういうことってないのかな。それはあると思いますよ。それはあると思いますけれどもね、うん、まあ、目に見えるだけにね、はい、あっと、おー、うち来るやんいうことで、大丈夫、うちは頑丈ですいうな、うん、どこなのか。まあなかなかね、そうやって思ってても、意外にもっとやっぱり脆いもんだったねってこともあるかもしれないし、それだって大型トラックもですね、横転するぐらいの力で、うん、ですから、はい、下手したら車に乗ってたらえらいことになりますよ。ね、はい、家だってこうどっちの力来る力には強いけどとかってあるでしょきっと、はいはい、ね、だから地震には強くても竜巻には弱いかもしれないし、うん、分かんないですもんね。そうするとやっぱりシェルター、地下シェルターいうのがなんか、そうでもありますよね今ね。ですよね、なんか核ね、戦争とか、でも外国なんかで竜巻がよく発生する地域なんか、そう、地下シェルター、うん、避難シェルターみたいなものを常備してるのお家でたくさんあるって聞きますよ。まあ、地下シェルターのある人は地下シェルターに入るというのが一番かもわかりませんしね。あれね、はい、なかなか日本ではないでしょうし、でもね。うちも団地に住んでますからね、地下シェルターをうちの床に下に掘ろうと思うと、下の階の人に。地下じゃないもん。こんにちは。地下じゃないからやめてください。やめてください。はい。まあ、というようなことやらね。ねえ、うん、だから、まあでも、竜巻に対するこう備えみたいなものは日本は、あんまりして、来なかったですけれども、うん、ここ近年本当に多いのでね、はいはいはい、考えないといけませんね。やかまシスターズママさん、ガラスが割れて怪我をする恐れがあるので窓のない壁のあるところに避難するというのも初めて知りましたというのは先ほどのね、うん、話。頑丈なうちならば真ん中の方に、はい、いくら頑丈でも窓ガラスのそばにいたらバリーンと割れて大変なことになるぞと、はい、うん、まあ、これ臨機応変です。自分の家がどうだろうということ、うん、ね、ちゃんと 見通せるとこ、あ、竜巻あっち方から来たら向こう行くな、あ、こっち来るなというその 見通せるところにいるのか、うん、見通せるのもまた窓のそばに行かないかもしれないしね。怖い、これがまた、ね、難しいね。大丈夫ですか。まあ、こういうふうにね、せ、はい、いてる場合じゃないぞということもまああれですよね、はい、ちょっと鼻声ですね。せいてはことを子孫じるというようなこともありますからね、はい、季節それでまたちょっと違いますね、意味がね、はいはい、ピンピンダラリンさんからも、最近の建物は耐震対策はされているようですが竜巻対策もありそうなんで、うん、コンクリートでできた半球ドームのような建物に住まなくてはいけないでしょうかねというね、はい、これが言うならプラネタリウムの中いいかもわかりませんね。ちょっとまた違うような気がしますけど、こんなになってますか、はい、形はな、はいはいはい、というような、まだまだたくさんのお便りをいただいておりました。